これより新型コロナウイルス感染症にかかる知事会見を開催いたします。はじめに玉城知事からコメントをお願いいたします。はい、ハイサイグ数用中がなびら、それではコメントを発出いたします。沖縄県では、本日9月15日の新規陽性者数は753人となっているほか、直近1週間の前週比は 0.6 倍前後で推移しています。減少傾向が続いております。年齢階級別では全年代において減少し、現在のところ学校再開による感染拡大の傾向は確認されておりません。このような感染状況を踏まえ、9月16日の期限をもって BA.5 対策強化地域の指定を解除する方向で国と協議をしています。なお、これまで集中的に実施していた強化対策については感染防止のため重要であることから、従来の取り組みと合わせて一部は引き続き実施をいたします。医療機関における病床使用率については9月15日現在、県全体で 39.0% となっており、医療の逼迫は解消されつつありますが、高齢者施設などにおいては9月14日時点でコロナ患者が315人、そのうち15人が酸素投与を受けており、また一部の医療機関では一時救急の外来休止や一般診療外来の制限を行うなど、いまだ厳しい状況が続いていると認識をしています。こうした状況を踏まえ、医療逼迫の解消を確実なものとするため、沖縄県医療非常事態宣言についてはしばらくの間継続することといたします。県民の皆様には、症状を認めるときは外出を自粛していただき、軽症の場合や検査目的での救急の受診を控える、屋内でのマスク着用を、マスクを着用する、密集の回避などに取り組むなど、引き続きてのご協力をよろしくお願いいたします。本日開催されました新型コロナウイルス対策本部会議においては、現在の対処方針が期限を迎えることから変更したところです。これまで呼びかけてまいりました不要不急の外出の自粛については、新規陽性者数が減少傾向にあることから今回終了といたしますが、それ以外の多くの取り組みなどについては、医療コーディネーターなどから感染者数の減少が確実であることを確認したいなどの意見もあることから継続することといたします。なお、今後の感染状況によっては、例えば会食の4人以下2時間以内などの取り組みについては見直しを含めて検討いたします。県民の皆様には引き続き基本的な感染対策へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。ワクチンについてですが、ワクチン接種の取り組みについては、オミクロン株対応ワクチンの3回目、4回目接種が9月下旬以降から開始されることとなっております。国は新たなワクチンの有効性について、従来ワクチンを上回る重症化予防効果や、今後の変異株に対して有効である可能性が高く、効果が期待できると発表しています。各市町村においては、接種体制が整い次第、順次、接種対象や時期などを周知しますので、必要な情報をご確認ください。また、県広域ワクチン接種センターでは、3回目、4回目が未接種で、接種券をお持ちのすべての方を対象として、オミクロン株対応ワクチンを使用し、9月23日金曜日から接種を開始する予定です。詳細については、県ホームページなどに掲載をいたします。なお、台風などの影響によってオミクロン株対応ワクチンの納品が遅れ、従来株ワクチンによる接種となるなどの変更点がある場合については、同じように県のホームページなどで連絡をいたします。国においてはオミクロン株の特性を踏まえ、重症化リスクがある患者への対応に重点を置き、社会経済活動との両立を目指すことを目的に、今般療養期間の短縮や発生届の対象の限定化について新たな基準を示しています。陽性者の療養期間の短縮については、症状のある方は発症日から7日間経過し、かつ症状を警戒後24時間経過した場合には8日目から、また症状のない方は5日目の抗原定性検査キット検査で陰性を確認した場合は5日目から解除可能となり、この短縮についてはすでに9月7日から適用されています。しかし、短縮された期間も感染リスクは残ります。ご自身による検温を継続して行っていただき、できるだけ
高齢者など重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い行動、特に人混みへの外出などについては、ぜひとも控えていただきますようお願いいたします。発生届出については、国はこれまで行っていた全数届出を9月26日から全国一律で見直すことを発表し、医療機関を受診しない陽性者の登録の受付や発生届の対象とならない陽性者の受け皿となる健康フォローアップセンターの設置を各都道府県に求めているところです。沖縄県としても国の方針に沿って対応することとしており、既存の陽性者登録センターや健康管理センター、それから夜間相談窓口など、これら機能の組み合わせや医療機関との連携などについては現在検討を進めているところです。詳細につきましては後日改めてお知らせいたします。県民の皆様へ、2点ほどお伝えしたいことがあります。1点目は、令和4年9月13日衛生環境研究所で実施する変異株スクリーニング検査およびゲノムの解析により、県内在住のお一人の方からオミクロン株 BA.2.75 が県内で初めて確認されためされましたのでお知らせいたします。この BA.2.75 は国内においてすでに散発的な発生報告はありますが、現時点において BA.5 から置き換わりが進んでいるという情報はありません。県としましては変異株の監視を継続し、 BA.2.75 の動向を注視してまいります。県民の皆様におかれましては、引き続き感染対策の実施をよろしくお願いいたします。2点目は、那覇空港で実施している抗原定性検査で、失礼します、すみません失礼しました。2点目は、那覇空港で実施している抗原定性検査で陽性となった後の迅速 PCR 検査については、抗原定性検査の結果を医師の判断により確定診断として取り扱うことが可能となったことから、迅速 PCR 検査については廃止することといたします。ただし従来の PCR 検査については引き続き実施いたしますので、よろしくお願いいたします。これから9月の連休が続き、県民の皆様、さまざまなご予定を計画していると思います。新規陽性者数は着実に減っていますが、感染対策が不十分なままイベントが繰り返される、あるいは感染対策を十分に取らずにイベントに参加するなどの状況が繰り返された場合、やはり感染が再拡大することも十分考えられます。社会経済活動を継続しながら、医療を守るため、あなたを守るため、あなたの大事な方を守るため、引き続き感染対策へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。はい、発表は以上でございます。ではただいまのコメントに関しまして、ご質問をお受けいたします。まず県内幹事社、沖縄テレビさん、お願いします。沖縄テレビの串健です。よろしくお願いします。今お話の中で、まずBA.5 の取り組み地域の解除に向けて国と協議中ということなんですが、これは何か決定のタイミングというのはもう分かってるんでしょうか。これについては、はい、総括情報部から。はい、こちらにつきましては国の内閣官房の指定を受けていますので、調整を行っておりまして、今日の対策本部会議でこちらの方、県の方が方針であれば、国の方もそれに応じていただくというふうなことですので、今日明日から16日で解除というふうな形が、ほぼ決定しているということです。そういってお願いします。はい、これだけ感染者数が新規で減っている中でですね、県民の中でもだいぶこの制限の緩和に対する期待感も高まっていると思うんですが、今回の対策本部会議の中で医療非常事態宣言はしばらく継続して、おおむね今の取り組みを続けるということで、今後これらがまた緩和されていくという条件について、知事どういうふうにゴールを定めていますか。はい、当然その我々の、その数値のステージなどの段階的な引き下がりでありますとか、それから医療コーディネーターの方々からは、この感染者数の現在の減少がより確実であるという方向もある一定期間確認をさせていただきたいということですので、ですから医療非常事態宣言については当分の間継続をし、
で、まあ、当分の間というとおそらく、まあ、今月いっぱいぐらいかなというように考えてはいるんですが、連休が2つありますので、ですからその連休での感染の状況などは我々もしっかり見ていかないといけないだろうということで、当分の間、その現在の対応を継続しておこうということにしたものです。よろしいでしょうか。続いて県外幹事社時事通信さん、お願いします。時事通信の原本です。はい、全数把握の見直しについて、国の方針に沿うということだと思うんですけれども、知事の最新の見解、変化があったらお願いします。はい、まあ、我々は今健康フォローアップセンターを各都道府県に設置を求められていますけれども、これまでにも陽性者登録センター、健康管理センター、それから夜間の夜間相談窓口など、これらはもうすでに機能としては我々は設置をしていますので、その機能が十分に今まで同様に取り組みが進められるように、忌憚なく準備をしていきたいというように思います。まあ、国がそのような方向性を示したということはあってもですね、我々も必要であればまた、さらに医療機関とも連携をしながら必要なデータについてもですね、把握をしていきたいというように考えておりますので、そこも取りこぼしがないような形で取り組んでいきたいというように考えています。ではその他の社の皆様からご質問をお受けいたします。ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 NHK さん、どうぞ。ありがとうございます。変異株について、県内お一人以上で情報がありますでしょうか。すいません、もう一度。変異株についてもう少し、どの地域にお住まいの方で、年代と、あと県外渡航歴があるかどうかも含めて教えていただけますか。はい、お住まいの地域はありますか。はい、ではこちらで。はい、ケルブ統括官宮里です。今説明ありました BA.2.75 のお住まいのは北部保健所管内で、20代の男性という形で報告を受けております。渡航歴はですね、今確認したところは海外渡航歴はありという報告を受けておりますが、その期間や国名については個人の特定につながる恐れがあるということで、公表の方は差し控えさせていただきたいと考えております。ありがとうございます。そうすると、これからそれが県内で置き換わっていくという状況ではない、まだないかなっていう、そういう捉え方でよろしいですか。はい、はい、そうですね。はい、後ほどもちょっとブリーフィングでもお伝えしようかと思いましたが、他の県でも岐阜、栃木、東京都などでも確認はされておりますが、いずれも散発例だという形でありますので、今のところすぐに BA.5 から2.75 に置き換わるということではないかと考えてはおります。はい、はい、他にご質問ございますでしょうか。毎日新聞さん、どうぞ。毎日新聞、竹内です。はい、今の関連で北部保健所管内の20代の男性の方は別にその米軍関係とかそういう関係ではないですか。はい、特にこの方が米軍基地の関係者ということではないという報告を受けております。他にご質問ございますでしょうか。琉球新報さん、どうぞ。琉球新報、梅田です。はい、すみません、2点あるんですけども、今回です、ね、減少傾向に、新規陽性者数が減少傾向にあるということなんですが、その要因についてちょっとご説明いただきたいです。まず新規陽性者数が減少傾向になっている要因について。はい、要因、はい、では細かい点をどうぞ。はい、夏場にかけてかなり急速な流行がありまして、多くの方がかかりました。で、社会的な制限は行わずにそれぞれ呼びかけを行ってきましたけれども、それが一定のピークを過ぎたということで、県民の皆様あるいは事業者の協力が同じ感染を減らす方向にはつながったと思います。ただかなり急激な減少でありますけれども、その要因詳細まだちょっとまだ分析はできないという状況です。
すみません、もう一点、新しく見つかったこの変異株のですね、なんか特徴みたいのを簡単にご説明いただければ助かります。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、BA.2.75 の特徴としては、まず感染力伝播性については、国内の第6波で主流であった BA.2 系統のこの実効再生産数と比べると、BA.5 は系統では 1.9 倍というのでございますが、 BA.2.75 の場合は 1.36 倍のという形で、BA.5 よりはこの高いという報告がございます。あとは重症度病原性については、他の系統と比較した重症度病原性については不明となっております。でワクチンの効果についても、特に現在のところは今明らかにはされておりません。で先ほど話したように他県ということでは岐阜や栃木、東京と石川など各県でも一応報告が出ているといった状況となっております。この後ブリーフィングも行いますので、細かい点はまた、はい、質問していただければと思います。では他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではこれで本日の知事会見を終了いたします。どうもありがとうございました。はい、ニフェデビタン、ありがとうございました。